私に任せてください。奥空彩音です。ただいまより先生の支援を担当します。自警団任務の延長ですね。試練が怖いとき、ベリタスの部長兼得意現象操作部の部長、浦和花子です。奥様登場。今回の実験の被験体はどこだ？お会いできて嬉しいです。先生、先生はどんなアイスが好きですか？ご主人様と一緒に。どれだけ寒い場所だとしても関係。ミレニアム学園、ミレニアム学園、ごきげんよう。ごきげんよう。美食研究会のあかりです。レッドウィンター連邦学園初期長のお出ましだ。光栄に思うがいいカムラッタ。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。説明や解説が必要なら私に任せてください。ゲヘナ学園、小さいからって舐めないで。これニコさんの格好だよ。え、コスプレ？違ってば。れっきとしたアルバイト。浦和花子です。これからいろいろとよろしくお願いしますね。はい、それはもういろいろと。ゲヘナ学園救助。ベリタスの副部長、加賀美千尋。もしうちの子たちが問題を起こしたらすぐに私に知らせて。ようやく見つけました。もう逃がしませんわ、あなた様。もう私のおそばから離れないでくださいね。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。説明や解説が必要なら
私に任せてください。あ、うん、ライディング中だったの。先生も一緒にどう？まずは軽く200km くらい。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。クロミセリカよ。おい、私のことを探してくれてたの？一緒に美味しいもの食べに行こうよ。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。白衣の天使があなたを訪ねてきましたよ。ゲヘナ学園給食部の10。この私に協力したいと？まあ断りはしないけど。私を雇うなら高くつくわよ、先生。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。ミサナミカ、ついに登場って感じかな。あ、私と先生の仲だし、アイスブレイクとかはいらないよね。これからよろしくね、先生。